はい、皆さんこんにちは、競馬予想家の、木村洋平です。この番組は天皇賞秋決定予想と題して、天皇賞秋の予想のポイント、有力馬、さらに、狙いたい推奨馬についてお話をしていきたいと思います。ということで、早速、予想に進んでいきたいんですけれども、こちらの方と、今回はこちらの方とともに予想トークをしていきます。飯島さんです。飯島さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しっかりと推奨馬を決めて当てたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。飯島さん、聞いたところ、今年のネット競馬うまい馬券の回収率が 130% 第3位だそうですね。うまいこといきまして、こんな感じで一応ね、成績はここまでのところ毎月一応 100% 超えるぐらいでは入稿してやっているので、最初の3月こそ3月末デビューだったので最終週だけの結果ですけど、その他は 100% 近く達成することができてますんで、この安定した成績はやっぱ素晴らしいんじゃないですか。いやー、めちゃめちゃ苦労はしてますもういろいろ入稿から何から苦労してるんですが、一応結果は残っているというところで、まだ G1 で全然結果が出せてないんですよ、実は。意外にも、G1 で全部下げているので、なんとか G1 をしっかり大きいのを当てて、大きいのじゃなくてもしっかりと的中を重ねたいと思っているので、ちょっと今回は木村さんの12週連続ですか、重賞的中は。そうなんで、でもこれちょっと恥ずかしい話で、中には一番人気の副賞だとか研ぎ紙も含めてなので、ちょっと厳密には12週連続で勝っているってわけではないんですけど、ただ、予想を出せば当たるみたいな、そういう感じはいますので正直別にそんな調子がいいとは思わないんですけど、予想すれば当たる状態なので、天皇賞秋も当たるんじゃないかなとは思ってます。じゃあちょっとそのお力をお借りして僕も G1 が当たったと言えるように、今回の番組をしっかりと考察していきたいと思いますので、よろしくお願いします。3着ぐらい全然あり得ます。3強の中では間違いなく一番上の評価にしようと、一番強い馬を見抜けば、即的中につながる。まず、早速天皇賞秋の予想のポイントについて、話していこうと思うんですけど、飯島さん、何かありますかね、天皇賞秋の当てるための秘訣、ポイント。そうですね、僕は天皇賞秋はもうずっと競馬始めた頃から得意でして、昔のジャスタウェイですとか、スピルバーグですとか、ラブリーデーとか、モーリス、もうそうやって各 名馬が勝ってきたんですけど、その名馬がちょっと人気薄だった時にしっかりと狙えていたのが天皇賞秋であったので、結構得意なイメージしかないんですよ。でそのやっぱり得意っていうところは確たる根拠があって、やっぱりかなり特殊な高速後半5波論がかなり速くて、でかつ前半からもペースが緩まないんで、マイラーの適性も持ちつつマイルよりも長い距離をこなせるっていうような適性が求められるのかなと思っています。で特に、2020年アーモンドアイが勝った年は時計もかなりすごかったですが、後半5波論55秒6ですかね、55秒台で走るようなレースにもなってきてまして、今年の馬場を考えると56秒台かなと思いますが、後半5波論をいかに速く走れるかで、かつ前半も追走スピードはスローなわけではなくて、ペースが上がりながら後半も速くまとめるっていう能力が問われるのがこの天皇賞秋のポイントじゃないかなと思ってます。なので強い馬が強いっていうところも、やっぱりそういうところは大きいのかなと思ってますね。木村さんは天皇賞秋のポイント、いやもう、僕も飯馬さんみたいに綿密な予想する人ではないので、もうざっくりになっちゃいますけど、結論は同じ、やっぱ強い馬が強いっていう、そういうレースだと思いますね。天皇賞秋、東京の芝 2000m という、日本競馬で、王道中の王道の条件で行われる、G1 レースですよね。レース自体の格式としては、ダービーの方が上ですし、賞金としては、この後のジャパンカップや有馬記念の方が上なんですけど、ただやっぱ実は、距離2000のレースということで、実はこの天皇賞秋こそ、日本競馬で実は最もレベルが高いレースに最近なってるんじゃないですか、特にここ最近は。そうですね、最近の勝ち馬を挙げても、G1 で史上最多の9勝を挙げたアーモンドアイが連覇、その前も、賞金の、レコードを更新したキタサンブラック、その前はモーリス、とにかくそうそうたるメンツが名を連ねていますよね。ちょっと前は、ジャパンカップ有馬記念への前哨戦として、天皇賞秋、そういう位置づけになったこともありましたけど、またここ最近、間隔を空けるローテが主流になった昨今は、天皇賞秋一発目きちんとここに照準を合わせてくる一流馬多いですから、
まあ、この後のジャパンカップや有馬記念よりも今年は天皇賞の秋の方がレベル高いと思いますし、まあ、ゆえにやっぱり能力がなければまあ何にもならない、まあ、勝ち負けをするのも構想するのも一番の、要因というか背景としてはやっぱ能力がある、まあ、そういうことだと思いますね。まあ、特に今年の東京芝、まあ、まだこの撮影時点では2週間しか経っていませんけど、うん、まあ、だいぶフェアな馬場というか、うん、まあ、馬場の内からも外からもどこからでも伸びてこられるような馬場なので、まあ、非常にやっぱ能力が反映されやすい、そうですね、うん、馬場状態だと思いますし、うん、まあ、1週間前の時点で撮ってますけど、まあ、おそらく今年の天皇賞秋も、まあ、雨は降らずに行馬場でやれそうなので、うん、まあ、純粋に強い馬、王道で一番強い馬を見抜けば、まあ、即的中につながるんじゃないですかねって思ってます。はい、はい、まあ、ここからは具体的に有力馬についてまあ分析をしてまいりましょう。うん、まず有力馬と輸出者ということで人気が予想される馬から順番にまあ見解を述べたいと思うんですけど、まず一番人気はまあグランアレグリアですかね。そうですかね。まあ、グランアレグリアについてまあ飯島さん何か考察をお願いいたします。